オータムクラシック2023のショートプログラムで表現やつなぎなどで今後を見据えた挑戦をしていたりクリューペア、今大会で2人の新たなフリーがお披露目されると、これから徐々に仕上げていくであろう作品を待ちわびるファンの方々から温かいコメントが続々と寄せられています。前日のショートプログラムで三浦選手の2度の転倒があるなどし、ファンの方々からは怪我を心配する声も寄せられていましたが、まだまだ続く2人の長い歩みを信じている方々からは、この挑戦はきっと大きな結果となって帰ってくると励ましの声が寄せられていました。そんなりくりゅうペアのフリーの前となる現地競技2日目には、男子シングルのショートプログラムの4番滑走に山本草太選手が登場。2シーズン続けた名プロイエスタデーから一新され、カメレオンのリズムに乗り、冒頭の4回転サルコーを華麗に着氷させます。しかしその後はジャンプで転倒やお手つきがあるなど波に乗れなかったものの、そのクールで大人な世界観を存分に披露してくれた山本選手。この演技で 70.39 点で7位発進となると、このプログラムとともに今後の成長を誓ってくれていました。その後アイスダンスを挟み、ペアのフリーにあの大人の色気全開の衣装と思いきや、三浦選手は前々シーズンのフリーウーマンの衣装を身につけ登場すると、セリーヌ・ディオンとジャンピエール・フェルランのアンチャンスクオンサに合わせ滑らかに滑り出した2人。冒頭のツイストリフトを華麗に決めましたが、続くジャンプで木原選手が珍しくお手つき。それでもその後は息の合ったスケーティングやリフトなどで会場を沸かせ、フィニッシュ後には思わず互いを見合い笑みがあふれた2人には盛大な拍手と歓声が送られていました。新たな挑戦が満載になっていたこの演技の評価を、緊張しながらキスクラで待ったコーチと2人、総合 188.05 点という得点に3人でうなずきながらも笑顔はなく、改善点などを話し合っていたのでしょうか。ペアの全競技が終了すると2人は今大会2位で終えていました。新フリーは今回が初披露となっており、日本時間の早朝からこの2人の演技をご覧になったファンの方々からは、素敵なフリーはシーズン通してもっと素敵になると確信、何より2人の笑顔が見れてよかったなどの温かい声が続々と寄せられていました。またその後の表彰式では、昨シーズン話題となっていた三浦選手を木原選手が持ち上げる表彰台リフトはなく、笑顔も少なめとなっていましたが、木原選手が三浦選手を支え、下に降りる際も手を差し伸べるなど、2人の仲の良さがわかる素敵な表彰式となっていました。なお今大会の女子シングルのフリーは日本時間16日7時過ぎから、男子シングルのフリーは翌17日1時過ぎからとなっており、各カテゴリー終了後に表彰式が行われることとなっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。りくりゅうはショートから立て直してきたね。素敵なフリーはシーズン通してもっと素敵になると確信。フリーが終わってほっとしたような笑顔。まだ初戦だし、これからどんどん磨き上げられるのを楽しみにしています。りくりゅう銀メダルおめでとう。手をつないでの笑顔が見れてよかった。今回のオータムクラシックでりくりゅうのフリーが初公開されましたね。緊張の中、初戦お疲れ様でした。りくりゅう新フリーは冒頭以外ほぼほぼウーマンだったので既視感がすごい。さらに三浦選手の衣装も相まって2シーズン前を思い出したよ。
の競技終了でりくりゅうは2位か。世界王者もシーズン初めは課題が多そうだね。りくちゃんの衣装はまだできたばっかりでしっくりこなかったのかな。全体的に滑り込みはこれからって感じがしたな。きっとこれからどうブラッシュアップするのかチームで考えるんだろうな。ドキドキのシーズンが始まった。今季も全力で応援することを誓います。ジャンプがはまらなかったのが残念ですが、滑りの滑らかさが去年よりレベルアップしてる。ショートに比べて滑るスピードが速くて流れが綺麗で、あっという間に終わっちゃった。何より2人の笑顔が見れてよかった。まだ9月、体と心に動きが馴染んでいないところも感じられるけれど、ここから滑り込んで素敵な作品に仕上がっていくのが楽しみ。チャレンジしたいって気持ちは伝わりました。今のりくりゅうにはたくさん時間をあげたい。まだいろいろ模索中なのかもだけど、ミスを最小限にして130近くまで出せたのはさすが世界王者だな。りくりゅうが笑顔で終われてよかった。これからグランプリシリーズに向けてブラッシュアップしていくのだろうし、ショートがどのように変わるのかとても楽しみ。やはりあの山本選手のイーグルは国で保護すべき国宝級の一品ですね。 4S は見事でしたが、その他のジャンプは練習ではうまくいっていただけに残念。でもそれでも70点台出せたのはすごい。国際試合で初お披露目のカメレオン、細部までとても丁寧に演じられ、しなやかでクールかつ熱い素敵なプログラム、フリーも全力で応援しています。